はい、こんにちは、ジョージ石原です。今回は、ダイソープチ電車について、ちょっと語ってみたいと思います。今までいろいろ動画を紹介してきたんですけれども、まあ、最近、まあ、多いのはこの金色にこう塗ってみたりとか、あとまあモーターですね。こういうミニ四駆のモーターをですね、に、中間車をこうミニ四駆のモーターに交換して、まあ、走らせるっていうことをよくやってきたんですけど、まあ、そんな中でちょっとなぜこのダイソープ自転車がいいのかなとこう思ったのは、まあ、はっきり言えば値段ですね。1台まあ100円とまあ消費税ですかね。まあ、プラレールとかになるとやっぱり値段の方がね、これだいたい5倍ぐらい多分すると思うんですね。で、まあ値段が安いというので、まあ、思い切っていろんなことができる、まあ、それがこのダイソープ自転車の売りなのかなと僕はまあ思うんです。まあ、こうやって金色にするのもプラレールで失敗したらちょっと嫌だなっていうのが、まあ失敗してもね、まあ、この3車両ですか、300円とまあ消費税で買えるんで、まあ、失敗してもまあそれぐらいで済むかなと。プラレールなどやっぱどうしてもね、まあ、2000円近くしちゃうんで、まあ、ちょっとそういう意味ではまあやりやすいかなと。で、特にこのモーターの改造なんか失敗しちゃったらね、プラレールで失敗したらとんでもないことがちょっと大変なんですけど、これやったら100円と消費税ですから、まあ、失敗したとしてもまた買えばまあいいかなというで、ね、まあ、しやすいというか。それでまあ僕はこのプチ電車の方でいろいろやってるんですけどね、まあ、そんな中で最近ちょっとハマってる、まあ、改造っていうんですかね、まあ、このモーター交換なんです。で、このモーター交換も実は簡単なんですよ。まあ、動画の方でね、まあ一度ですかね、分解と組み立てっていうのを紹介してるんですけど、まあ、本当に簡単なんで、まあ、最初はちょっと失敗するかもしれないですけど、まあ、非常に2回ぐらいやったらもう多分誰でもできるようになるもんだと思うんです。で、まあ、こういう風に簡単に早くできちゃうんで、これはちょっと面白いなと思って、今やってるんです。で、まあ、そんな中でもですね、まあ、僕が今ハマっているというか、非常にこの面白いモーターですかね。今まではこのアトミックチューンモーターですかね。これがやっぱ一番いいんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱりこのスプリントダッシュモーターとかね、このウルトラダッシュモーターですかね。こういうのとかね、使ってると、どうしてもこのアトミックチューンモーターが遅く感じてしまって、これ単体で走らしていれば、そんな悪くはないんですけど、遅くもないんですけどね。ただこういうすごい速いのとかね、やっぱ使っちゃうと、まあ、こういうのですね、パワーダッシュとかね、こういう速いの使っちゃうと、どうしてもこのアトミックチューンが遅く感じちゃうんですね。そこで、もうちょっと速いのないかなと思った時にいいのを見つけたんです。これはあんま知らなかったんですけど、このちょうどこのアトミックチューンモーターと、違う、このアトミックチューンモーターとこの、パワーダッシュモーター3ですかね、これの中間になるモーターだそうなんですね。こういう感じですね、速さ的には。これだとちょっと、まあ結構速いんですよ。これだとちょっとね、撮影するときにね、ちょっと早いんですね。で、これだとやっぱちょっと動きがもう一つもうちょっとっていうところなんで、そんな中でこのライトダッシュモーター、これがいいんですよ。で、これもちょっと動画、昨日ぐらいに上げたんですけど、まあぜひとも見ていただきたいのは、ちょうどまあいい感じの速さですかね。見ててちょうど楽しめる速さですかね。まあ驚くようなこうすごい速さになると、やっぱり、まあ、ここら辺ですね。ここら辺は速いですね。スプリントダッシュとか、
ウルトラダッシュ、あとパワーダッシュね、ここら辺がやっぱり速さ的には非常にねいいんですけどね、やっぱりその走らせてて楽しいっていう面であれば、やはりここら辺の速度が僕はおすすめですね。ライトダッシュも